区間、春月に搭載された22号電探、二つの本状のものが送受信アンテナ。仮称2号電波単身技2型は日本海軍の開発した艦艇搭載用の対水上警戒レーダー。2号2型電探や22号電探などと略称される。使用波長は0.1メートル、戦闘出力2キロワット、測定は最大感度法。 重量は水上艦用1 3 2 0ラム、潜水艦用2 1 4 0ラム。対水上用には波長の短いマイクロ波を使用する必要があったが、実用化後も受信機の動作安定化に手間取った。1944年7月以降にほとんどの主要艦艇に装備された。試作時の名称は歌唱103号。 アンテナは、ダイポールアンテナと深い放物面を組み合わせたもので、直径1.5メートル奥行き2メートルあり、通称、マグロと呼ばれた。1942年5月に戦艦、日向に搭載され、伊勢搭載の2号1型と同時に試験が行われた。結果は、戦艦、伊勢を35キロメートルで探知した。もともと対空用ではないため航空機は探知できなかった。 動作が不安定であり撤去予定であったが、出撃までに時間がなく、そのままアリューシャン方面へ出撃した。この時に、北方海域の夢中でも味方艦船を探知でき、レーダーの有用性が示された。日向期間後の会議で不採用とされたが、当時の日向艦長、松田千秋大佐は、実際の運用の体験から異論を唱え、直後に方針が変更され、小型艦定用として、 開発を続行し量産されることとなった。1943年7月中旬には、ヤマト型戦艦、ヤマトに搭載して、試験を行い、戦艦 35km、駆逐艦 16km、潜水艦の戦キロメ 5km の成績だった。15.5cm 複砲弾の射撃では 15000m 先の弾着と水柱を確認している。 22号電探の性能は、波長1 0トル、出力 2kW、重量 1320kg、戦艦を 35km、駆逐艦を 17km、潜水艦の潜望鏡を 5km で発見する能力を持っていた。当初、即居精度5 0 0ル、即角三度の精度だったが、南方白地で装備された2号2型改め3受信機、改め付けでは、 速居精度100メートル、即角精度0.5度と、性能向上し、遠距離での光学速居技の精度を上回ることから、光学速居技と併用の上で、耐水上射撃にも使用された。従順、妙高は、1944年12月13日の、夜戦におけるレーダー射撃によって、米潜水艦に命中弾を与えるなど、実戦での戦果も確認された。 キスカ島撤退作戦やマリアナ沖海戦の起動時に敵の動向の把握に役立ったが、レーテ沖海戦までは、電探射撃は、距離測定はともかく、方位角測定が当てにならないので、難しいとされていた。だが、サマール沖海戦後の戦闘商法では、航空機、もしくは味方水上艦艇の観測補助があるという前提の上で、戦艦、ヤマトの電速射撃について、 手法の電速射撃は、距離20キロ程度にあった目標に対して、実施、精度良好で、射撃手段として有効と認められるとの戦訓が出されている。同回戦に参加し、電速射撃を行った、戦艦、混合の戦闘商法では、円幕内にいる目標に対しても、電端により、距離速挙を行うとともに、我が方と異なる敵の方向縁をメガネ観測すれば、 有効な方戦は可能とした上で、敵巡洋艦の電探射撃精度は我が方と大差なく、敵の電探をソルルに足らず、近日中に我が方が精度面でも優位にならんと強気の所見を出している。1946年敗戦後の日本国内での食料を不足に際し、GHQ の許可を得た捕鯨各社により、近海及び、南平洋での捕鯨が早くも再開された。 これら捕鯨船団には GHQ からの監督官が動船することが義務付けられたが、南漁用での捕鯨に際し、レーダーも持たずに操業する危険から GHQ の人員が乗船を拒否、懸念する事態となった。しかし敗船国が漁業用とはいえレーダーを開発製造することは、戦勝国側から懸念された。そこで GHQ により接取されていた十二号電探が注目され、 1947年の第二次南平洋創業に際し、船団に搭載され、使用された。1948年の第三次南平洋捕鯨出港前、捕鯨母船を視察した、旧軍人でもある高松の宮は、このレーダーは効果があるかね僕もレーダーを使って知ってはいるが、故障が多く、小さな氷山などには効果がないのではないかとの懸念をコメントとして、 残している。高松の宮の懸念に反し、予想外の素晴らしいが効果があったとされる文面もあり、実際に22号電探を装備する船は増え、専用のレーダーが製造開発され、1950年の第5次南病洋補迎まで使用された。この間、22号電探の保守点検と部品供給を行ったのは、旧帝国軍時代の開発者や、 制作担当者らであった。捕鯨船に同乗した GHQ の英国武官からは、日本はこのレベルのものを使っているから、戦争に負けたのだ。本国ロンドンではアンテナが回転して映像が、画面に映るような、もっと良いものが市販されていると感想を残している。捕鯨船が、当初に異常接近してしまう事故が起きているが、電探は故障中であったので電探の性能が低い。 ことが原因で起きたわけではない。この部分の記述は、日本の軍事テクノロジー P143 から144による。この当時の艦長は、日向から移動した、松田少将であった大和開発物語249ページ、大和開発物語250ページ、日本無戦士、第10艦海軍無戦士、P389 の記述による。 一方同社の P384 には同年2月に特急整備が加齢されたとある海軍技術研究士エレクトロニクス王国の先駆者たち169ページ海軍技術研究士エレクトロニクス王国の先駆者たち227から228ページありがとうございます